通行じゃなくて、こちらもこう開示することによって自分のことだったりとか企業のことを好きになってもらう。はい、どうもこんにちは。広報流の時間でございます。はい、広報流のお時間でございますよ。どうしたの、沖縄行ってたの？いや、今日はもうね、ちょっと天気といいね、この季節よ。テンションも高すぎて声のボルテージも高いけど。そうなんですよ、メンソーレな気分でございます。でもなぜ沖縄なのかというと、そういうことなんです。今日のゲストがそれに関係があるからですよね、はい、そういうことですよ。早く紹介しましょうよ。そうですね、はい、はい、今日のゲストは株式会社ナノベーションパブリックリレーションズの野沢千里さんに来ていただきました。ようこそ広報流へ。カモン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 、よろしくお願いします。最近このトーンだけど、これ言うことはないから大丈夫ですからね。普通に言ってもらって大丈夫ですから。わかりました、はい。先々週でしたっけ。そうですね、5月の24日から27日に何があったんでしたっけ。マーケティングアジェンダという、はい、出ました。マーケティングアジェンダ知ってる方も多いですね。いやですね、やっぱり最近ね、まあ、PR もマーケティング、デジタルマーケティング、まあ、いろんな業界をまたいで、このマーケティングアジェンダって大きなカンファレンスですよね。マーケティングカンファレンスってもうね、有数の日本最大級と言っていいんじゃないですかね。ありがとうございます、が先々週、そうですね、はい、沖縄で行われた。最高の季節だあったでしょ。まずそうですね、一応もう沖縄その前の週から梅雨が来てたんですけど、会期中1回も雨降らずっていう感じで。素晴らしい、来てる人のパワーでしょ。いやですよね。ちなみに今年のマーケティングアジェンダには何名ぐらいの方がいらっしゃったんですか。今年は、前の日のイベントも合わせると430人来てますね。430人ですよ。430人イベントのために沖縄に行って、そうです、沖縄としても観光のなんというかね、名物ですよね。そうですよ。しかもマーケッターばっかりが、マーケティング関係者だけ、いやすごいですよね。すごいよね。ちょっと知らない人のために、うん、 そうだね、そのマーケティングアジェンダ、まあ、どういうことが行われたとか、はい、どういうプログラムなのかとかってちょっと教えてもらっていいですか。うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、マーケティングアジェンダというのは今年で6年目を迎えるような。そっか、はい、もっと長いのかと思った、イベントで、沖縄県の読谷村っていうところで、行ってます。で、読谷村って日本一人口が多い村として有名なところなんですけれども、はい、そういうところで毎年開催しているようなイベントになります。今年は、マーケティングアジェンダには380人の方がいらっしゃったんですけど、大体それぐらいの結構著名な皆さんも知っているような企業のマーケターの方たちに集まっていただいて、で、みんなでこうネットワーキングしていただく、ウェイウェイするっていうやつですね。ウェイウェイだけではないですよ。ウェイウェイだけではない。ウェイウェイだけではない。ちゃんとね、マーケティングの知識やね、はい、最近のトレンドもね、そうですしっかりと議論して未来を語ってね、はい、ありがとうございます。素晴らしい。ちなみに今年のそのゲストというか、その著名な人、テーマとかね、テーマとか含めてどんな感じだったの。そうですね、今年のテーマ、アイディアっていうところが、アイディアの発見っていうところがテーマだったので、なんかこうそれに合わせていろいろなこうキーノートをやっていきました。で、例えば INE の大西社長、CEO の方にいらっしゃって、結構シャンプーとかで結構有名になったような企業だと思うんですけど、ボタニカ、ボタニストとかおしゃれな最近のシャンプーのブランドだね。そういうので、結構シャンプー業界ってもうピアノじいさんとか花王さんとかもう大手がいる中で、そうです、アイディアの力を持って、どういうふうにこう拡大していったかみたいな話をいただいたりとか。ぴったりだね。というような、そういうアイディアの発見っていうテーマに沿って、こういろいろなコンテンツを作りっていうのを行ってきました。はい、あれ3日間あるんでしたっけ、2日でしたっけ、3泊4日になってます。3泊4日、マーケティング付けですよ。すごい長いですよね。せっかく泊まりで、ね、リゾート地に行ってるんで、第2部の部分で、そうです、どっちが本番かみたいな。そうです、どんな感じのことが行われるんですか。そうですね、いわゆる第2部みたいなその夜のところですかね。今回は1日目とかは文化遺産、世界文化遺産の崎見城跡っていうところがあって、そこの跡地でみんなでこうネットワーキングしたりとか、あと2日目の夜はコザって分かりますかね。結構米兵とかが多い、あんまりこう観光客が行きにくいみたいな場所があるんですけど、そこのこうストリートをちょっと一角を貸し切って、みんなでこう飲み会やったりみたいな。貸し切って、はい、貸し切りで行いました。場所にこだわってるね。最高じゃない
ですか。なんか同じ思いとか同じ仕事をしている人たちが、まあ、会社は違いが集まって、うんうんうん、でまあ語り合え、うん、でもうウェイウェイでしょ、お酒で盛り上がるね盛り上がる。普段できない体験をこうみんなでっていう、夜遅くまで語るからな来年行きたいけどちょっとお高いんじゃないですかそうだ、ね、ちょっと聞いてみよ う, そうか、ちょっと聞いてみましょう、うん、タンパクおいくらぐらい、ね、値段がそうですね、あのブランドの方とパートナーの方で分かれていまして、うん、でブランドの方は基本的にあの無料であの、うん、お越しをいただいています。すごいブランドってすごいなすごいね、この扱いね。じゃあ普通に参加みたいな、僕のような小僧が参加っていうのはどういう感じなの。そうですね、あの、まあ、代理店サイドの方とかには、うん、まあ、50万円程度こうカンファレンスによってもまたちょっと金額が、まあ、沖縄のね、3泊4日だから一番大きな金額はそれになりそうですね。そうですね、はい、そういうね。そしてこのラジオお聞きの皆様はなんと、何、50万円が、うん、50万円、あ、50万円やっぱり50万円変わんないんだ、買い方は変わんない後日なんか追加でね、あの何かあるかもしれない、出るかもしれないマーケティングアジェンダ大好きとか書くとね、大好きになるかもしれない、ハッシュタグつけていただいてみたいな、そうだね、シェアしていただく、そういうことか、そうだね。前職とかその前々職も含めてちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、はいはい、私ナノベーションは3社目になっておりまして、うん、新卒が2018年なんですけど、うん、その時はあの動画広告 の, あのニュース TV というところに入社をしました、うん、ベクトルグループさん、はい、で最初はあの営業としていろいろなこうアカウントプランニングみたいなのを行っていて、うん、でその後あの広報マーケティング部の立ち上げっていうところで初めてまあその動画広告の業界で営業やっていたところからちょっとこう広報とかマーケの方にグッと近寄っていきました、うん、はい、でそこからまたあの転職を行って、うん、で PR 会社でちょっとこう PR の勉強いろいろやって、うん、PR 会社、はい、で今年の5月にナノベーションに入社っていう流れになってます。素晴らしい。だからなんかこうフレッシュなようなもう経験も広報の立ち上げとかからやるからそうだね、結構いろんな経験されたんじゃないですか、うん、じゃあそうですね、もうなんか幅広くもう何でもちょっと泥臭くやるみたいなのはいろいろやってきましたね、うんうん、動画を売っていくっていう営業から入っていって広報になった時に、うん、はい、その時に得た、あ、広報ってこういうことなんだとか、こうやればいいんだみたいなところって何かあったりします？やっぱりあの、まあ、新卒で営業を始めても営業しかしたことなかったので、まあ、基本的にはちょっとこうゴリ押しじゃないですけど勢いでいいね、いや重要ですよ、やっぱ候補に勢いはね。そうですね、もうあの新卒の時とかもアポ電やりまくってみたいな感じだったので、もうこうがっつり新規営業みたいな感じだったんですけど、やっぱり候補ってなると、まあ、ガツガツこう行くだけだとどうにもならないこととかもあるじゃないですか。なのでやっぱりこうコミュニケーションみたいなのはあの営業の時も大事だなとは思ったんですけど、なんかよりこうあのちゃんと考えるようにはなったかなと思います。なるほど、なるほど。僕のイメージはやっぱりマーケティングアジェンダっていうカンファレンスっていうイメージなんですよ。 そこの候補なのかなって思ったんですけど、他にもいっぱい事業があるんですよね、はい、そうですね、実はあの3つあの事業を行っておりまして、今話にも出てるマーケティングアジェンダとかをやってるカンファレンスの事業と、あとはメディア、あのアジェンダノートっていうメディアをやっているので、メディアの事業と、あとエデュケーションの事業があります。でそれはあのサロンとか塾とかですね、マーケティングの塾だったり学べるよっていうような、はい、足立さんのね、足立さんの、はい、無双塾っていうのもやらせていただいたり、まあね、業界ではね、有名な、うん、みんなの集合写真よくある、はい、そうですね、はい、まあ柱っていうのはやっぱりこうカンファレンスなんですか。そうですね、まあ、やっぱり皆さんからナノベーションっていうとやっぱカンファレンスだよねとか、まあ、マーケティングアジェンダだよねってこう言われることが多いので、うちとしては一応こう3つの事業というふうに考えてはいるんですけど、うんうん、やっぱりこう見られるのはカンファレンスの事業なのかなと思います。僕マーケティングアジェンダしか僕認知してなかったんです。それはまずいです。あら、これまずい、ちょっと教えてほしいな。実はいろいろっていう他にどんなカンファレンス、今ものすごい数やってるんですか、どんなカンファレンスやってるんですか、うん、今年はあの8つ、8個あのカンファレンスやる予定になっておりまして、うん、そうなんですよ、2ヶ月から3ヶ月いやー、やばい、ね、やばい、それは大変ですよ。1ヶ月だ、2ヶ月未満だ、ほんとだ運営超大変、 1.5 ヶ月に1ヶ月で例えばどんな、はい、まあ、5月に行ったあの沖縄のマーケティングアジェンダがあったりとか、うん、7月には大阪の方であの、うん、ネプラスユーっていう、うん、ああもう来月だ、はい、ね、ネプラスユー、ネプラスユー、ああもう7月12日から、うん、それがどちらでしたっけ、大阪、大阪で、はい、メダルで、その後次も9月にはあの B2B アジェンダ、 B2B アジェンダ
B2B 企業の SaaS とか B2B 向けのプロダクトのマーケティング担当が詰まってくる。なるほど。それどちらですか？浜松市。浜松市。静岡。すごい、もうライブツアーみたいになってますね。各地回ってますね。各地回って。楽しそうだな。楽しそうだよね。で、その他にもあのリテールアジェンダみたいなのがあったりとか、ライジングアジェンダがあります。あとマーケティングアジェンダもまた東京で、あの12月に行ったりとか、この東京僕司会やったことあるんですか？そうですよね。あーね、おととし、それ聞きましたよ。3年前かね、ギャルソンのスーツを新調したという。そうです、このためだけに買いました。いや、素晴らしい。ライジングアジェンダって何ですか？はい、ちょうど昨年からあの始まった、これがあのアンダー35の、 あの若手マーケターに向けたようなイベントになってます。ライジング、これからこう、あっちゃったね、ライジング登っていく人たちね。 YouTube 見た方は分かるし、そうか、そうか、若い人たちから、そうか、若い、じゃあアンダー35の若手の人たちが集って、はい、ウェイウェイやる。それもマーケなんでしょ？そうですね、マーケ、ね、若いマーケッター、若いマーケッター、まあ、これからのこう次世代の方たちを育てていこうみたいなところで、いいですね、ライジングアジェンダ参加しよう、俺もいいね。いや、できないんですできないんですよ。そうですね、できないんですよ。入り口でシャットダウンさせて、ね、すいません、ね、35歳以下で、ね、Z 世代メインですから、ね、なるほど、あなた昭和世代です。いいなこういう成長を考えてる、どういうことを想定されてるんでしょう。そうですね、うん、まあ、今3つの事業があるっていうふうにお話ししたんですけど、うんうん、結構もうあのカンファレンス系は割とさっきも JJ さんがあの 1.5、うん、ヶ月に1回ぐらいやってるじゃん、ね、みたいな話があると思うんですけど、もう割とそのやれるこうマックスまで生きてると言いますか、ね、ですね、限界値に近づいてると思いますよ。参加者の方もあのもうおかげさまでだいぶ集まっていただいて、うん、アジェンダ系とかカンファレンスはもうここからあの拡大していくっていうよりも、うんうん、もうちょっとこう今後はクオリティを上げていく、うん、みたいな、うん、はい、まあ、それがなんかセッションなのかこう施設なのか、うん、あの運営側のこうオペレーションなのかみたいな、うん、いろいろあるんですけど、うん、クオリティを上げていくっていうことを考えています、うん、であとはメディアとかエデュケーションの方を今後はあのさらにまあ強化して、うん、あのやっていけたらなっていうのがあります。姉さんとしてなんか伝えたいという、これをやっといた方がいいんじゃないみたいなのあります？そうですね、でもやっぱりあの断らないこととか、なんかとりあえずこうチャンスがあったら飛びつくことっていうのはすごい大事かなと思ってます。まあ、私が最初広報業務に携わり始めたあのところでもあるんですけど、もともと営業やってて、で広報立ち上げるっていうタイミングでなんかやってみるっていう話があって、でちょっと勇気ないけどどうしようかなって考えつつ、まあ、飛び込んでみたっていうので、うん、今のまたこの世界が広がってたりするので、うん、まあ、こうチャンスがあれば迷ってもいいと思うんですけど、なんかぜひこう挑戦して、はい、頑張ってもらえればなとは思います。なるほど、はい、難しさって何ですか？広報の評価指標がこうなかなかこうなかったりとか、やってもその結果に結びつきにくいみたいなのはありますね。それこそ営業の時の新規営業の時とかもう何件かけて何件取れたっていうのがもうその目標の KPI みたいなこう指標になって分かりやすいですね。結果に結びつかなかったとしてもまあ何件家電したみたいな、なんかそういうのがこう残ったりはするんですけど、なかなかまあ広報ってなんかそういうのともちょっと違ったりはするので、はい、なんかやった分がこう必ずしも成果に結びつくわけではないっていうのが難しいんだと思います。これは大きな失敗だったなというか、いきなり飛び込んだ、ね、広報業界じゃないですか、うんうんうん、あっていう、なんかあります？ちょっとそのメディアの集客を読み誤ったことがありまして、うんうん、ドキドキするなそうですね、ドキドキしちゃうな。結構前日まであのもうテレビ局とかに電話してたみたいなのがありますね。前にも出たね、そうなんですね。 ありました。全然来ないってことですか？そうなんですよ、記者会見、記者会見で、あー怖い怖い、タレントさんとかが出てるようなイベントだったので、逆になんか来すぎちゃったら困るなと思って初動ちょっとゆっくりめでやっていたら、あれちょっとあまりにも来ないなみたいな感じで、もうかなり焦って前日までみたいな感じで、まあ、当日はなんとかな人数こう集まっていただいてっていうので無事に終わったりはしちゃってたんですけど、それはね、よかったですよ。心臓に悪いけどね。そうですね。結構集まりすぎちゃうっていう時もあったりはするので、あとは他の、 あのイベントとかが重なってたりすると、もうそれだけでっていうのが結構あるので、それは失敗としてありますね。なるほど。読み誤ったっていう。ぜひ皆さんもね、参考にしていただいて。広報担当者としてこれだけは譲れないっていうこだわりを最後、あなたにとっての広報流ですね、はい、私にとっての広報流、はい、はい、でも、はい、そうですね、さっきの、断らないとか、うん、
チャンスに飛びつくみたいなのもそうですし、うん、あとはなんかあの双方のコミュニケーションっていうのをなんかすごく大事にしてほしいなと思いました。っていうのもあの傾聴力じゃないですけど、なんか聞くことが大事だよねみたいなのって、うん、なんかまずはこうヒアリングだったりとか大事だよねってあの候補結構言われたりするんですけども、うん、まあ、やっぱりそれだけじゃなくて、まあ、売り込むとはまたちょっと違うかなとは思うんですけど、まあ、一方通行じゃなくてあのこちらもこう開示することによってなんかこう自分のことだったりとか企業のことを好きになってもらう、 なるほど、なんかそういうことをあの大事かなと思ってます。うん、なるほど。あとは結構私そのためにあの事前調査とかもするようにしていまして、なんかその相手とのこう共通点とか探って、でやっぱりこうそれをフックにして話を広げたり、男女のお付き合いと一緒ですね。なるほどございますね。いい持っていき方しますね。あの 次回ね、ぜひね沖縄あのなんか社長行ってみたらどうですか。直近してきますね。そう、直近してきます ね、 ですね、手繰りを、もうちょっとずつ貯めておきますですね。今日のゲストは株式会社ナノベーション、パブリックリレーションズの野沢千里さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。